はい、こんにちは、116インズです。オフシーズンも始まり、 MLB の選手会より FA となった選手が正式に発表されました。で、その一覧を見ていたところ、ボストンレッドソックスのところにルズネイ・カスティーヨという選手の名前を見つけまして、久々に名前見たなと、そんな感想を抱きましたね。カスティーヨは2014年にレッドソックスと7年契約という、大型契約を結んだんですが、ただなかなか結果の方が出なくて、最後の MLB の試合の出場というのもすでに4年前、2016年の話ですので、失礼ながらすっかり存在を忘れていたんですけれども、ついに FA になったんだなと思いましたね。この時代のレッドソックスはハンリー・ラミレスですとか、それからパブロ・サンドバルなど、大型契約の失敗が結構目立つんですけれども、このカスティーヨの契約についてもその一つに数えられるんじゃないでしょうかね。今回はそんなルズネイ・カスティーヨについてお話していきたいなと思っています。はい、ではまずカスティーヨはどうしてレッドソックスとそんな大型契約を結べたのかというところから話していきたいなと思っています。カスティーヨはキューバ出身の外野手なんですけれども、かつてはキューバの国内リーグで活躍していまして、で MLB の各球団も彼の獲得というところに非常に興味を持っていました。20歳の時にキューバの国内リーグに入りまして、初めの2年間はそこまで出場するチャンスはなかったんですけれども、2010年にブレイクを果たしまして、この年88試合に出場して打率3割2分4厘、そして18本のホームランを放つなど、一気に主力選手へと成長して、またキューバ代表への選出歴というのもあるようなんですね。で、そんなカスティーヨ、2013年にキューバから亡命してドミニカ共和国に入りまして、これで MLB 各球団がカスティーヨの獲得が実現可能となりまして、カスティーヨの争奪戦が始まりました。カスティーヨが開いたワークアウトでは28球団が視察して、非常に多くの球団が彼の獲得というところに興味を示していたんですが、最終的にはレッドソックスが7年総額7250万ドルというキューバ出身の FA としては史上最高額の契約でカスティーヨの獲得に成功しました。カスティーヨはスイングが速く、ライナー性の打球を打てることから打率を残せると期待されていましたし、またワークアウトではパワーの片鱗も見せていたようですので、バッティングという部分は非常に評価されていまして、またスピードも申し分なかったようですので、レッドソックスとしては彼を未来のセンターとして期待していたようですね。そしてカスティーヨ、8月にレッドソックスと契約したんですけれども、マイナーの試合に出ずに即 MLB 昇格を果たします。この年の9月に MLB 昇格を果たすと、10試合で36打数12安打2ホーマーを放つなど、持っているポテンシャルの高さというところを遺憾なく発揮しました。この時カスティーヨは実は2年ぶりの公式戦でして、というのもキューバ最終年は亡命を試みた影響で出場停止処分となっていまして、2012年から公式戦には全く出ていなかったんですけれども、この10試合でのパフォーマンスというのは2年間のブランクを全く感じさせないものでしたし、翌2015年シーズンのカスティーヨへの期待値というのは非常に高くなったんですね。まあそりゃ期待するなという方が難しいですよね。もともとキューバで活躍していて期待値が高いところに、さらに MLB に来ていきなり結果を残したわけですから、期待は高まるばかりですし、またこの年のレッドソックスは前年にワールドチャンピオンにはなったんですけれども、この年最下位に転落していまして、ファンとしてもなかなか暗い要素が多い1年だったと思うんですけれども、この9月のカスティーヨのパフォーマンスというのはファンにとってもチームにとっても数少ない明るい話題だったんじゃないでしょうかね。そんな高い期待を背負って迎えた2015年シーズン、開幕前にはベースボールアメリカより球界全体で21位のトッププロスペクトと評価され、ブレイクが期待されていたんですけれども、5月に MLB 昇格を果たしてから守備面では結果を残しまして、ライト、レフト両方で UZR ではプラスを記録するなど、守備面は平均以上の結果を残すことができたんですが、前年サンプルは少ないものの結果を残したバッティングというのが鳴りを潜めてしまったんですね。80試合で打率2割5分3厘と、打率だけ見ればまずまずかなという結果なんですけれども、 OPS はわずかに6割4分7厘と、おおよそ MLB レベルと評価はできないようなバッティングとなってしまいました。で、この年のカスティーヨの打球傾向なども見てみたんですけれども、ゴロ率が 63.5% もありまして、非常にゴロが多かったみたいなんですね。こうなると単打は打てても長打はなかなか打つことが難しいでしょうし、特にバッター有利なフェンウェイパークでゴロばっかり打ってると、なかなか結果には結びつかないのかなと思いましたね。で、このカスティーヨが苦しんでいる間に、レッドソックスの外野陣ムーキーベッツですとか、ジャッキーブラッドリージュニアが台頭し始めてレギュラーのポジションをがっちり掴むと、この2015年のドラフトでレッドソックスはアンドリューベニテンディを指名しまして、そのベニテンディも2016年に MLB 昇格を果たしまして、レッドソックスの外野陣におけるカスティーヨの居場所というのが次第に失われていってしまいました。
ポジションを失ったカスティーヨは翌2016年はたったの9試合に出場した後、6月に MLB の出場枠である40人枠から外されてしまいまして、以降は年俸約11億円のAAAのレギュラー選手として今に至っています。ただカスティーヨのマイナーでの成績を見てみますと、それなりの成績は残しているんですよね。2017年は打率3割1分4厘、そして2018年は打率3割1分9厘と、ハイアベレージは残していまして、これだけマイナーで結果を残していれば、一度くらいはメジャーでチャンスが与えられてもおかしくはないと思うんですけれども、結局レッドソックスはカスティーヨを2016年以降 MLB に昇格させることは一度もありませんでした。どうしてこういったことになってしまったんでしょうか。ここには贅沢税の問題が大きく関係しています。そもそもレッドソックスが2016年にカスティーヨを40人枠から外した大きな要因として、当時の贅沢税のルールとして40人枠に登録された選手の年俸しかカウントしないというルールがあったんですね。2014年から16年の贅沢税の課税ラインは1億8900万ドルで、レッドソックスの当時のペイロールはだいたい2億1500万ドルでしたので、贅沢税の課税ラインを超過しているんですけれども、レッドソックスは2年続けて贅沢税のラインを超過していますので、ペナルティとして超過額の 30% が課税される予定となっていました。ただ6月にカスティーヨを40人枠から外したため、カスティーヨの当時の年俸である1050万ドルが贅沢税の計算上ノーカウントとなりまして、贅沢税計算上のペイロールが1050万ドル引き下げられ、最終的なレッドソックスへの課税額は450万ドルと、当初想定していた額よりもだいたい300万ドルぐらいレッドソックスは節約することができたんですね。ただこの贅沢税の計算方法が2016年のオフに変更となりまして、40人枠に一度でも登録された選手は、たとえその後40人枠を外れたとしても贅沢税の計算に含まれるというルールに変更となったんですね。この変更が行われた時点でカスティーヨは40人枠を外れていましたので、新しいルールにおいてもレッドソックスの贅沢税の計算に入ってこないんですけれども、ただカスティーヨを MLB に昇格させるために40人枠に追加した場合、たとえその後カスティーヨを再び40人枠から外したとしても、彼の年俸である1050万ドルがレッドソックスの贅沢税の計算に含まれてしまうんですね。つまりカスティーヨを昇格させるだけでレッドソックスとしては余計な出費が発生してしまうという状況になってしまったんですね。すでにベッツ、ブラッドリー・ジュニア、そしてベニ・ケンディと外野のレギュラー決まっている状況でしたので、カスティーヨはどうやっても外野の控え選手にしかなれないわけですけれども、その役割のために彼を昇格させて、で余計な出費が発生してしまうという選択を、まあチームが取るはずもなく、カスティーヨはどれだけ活躍しても MLB に昇格できないということになってしまったんですね。要するに彼は年俸が高すぎるがゆえマイナーに幽閉された選手となったんですね。当然彼の年俸非常に高いですから、いくらマイナーで活躍しているとはいえ他のチームも欲しがるわけがなく、彼は毎年10億円以上をもらいながらマイナーのレギュラー選手としてプレーする生活を送りました。カスティーヨがキューバから亡命した際の夢が2つありまして、1つ目はお金持ちになること、そして2つ目はメジャーの舞台でプレーすることだったらしいんですけれども、1つ目の夢はレッドソックスとの契約で叶いましたが、皮肉にもその一つ目の夢のせいで、レッドソックスでは彼の二つ目の夢というところがほとんど叶わなくなってしまったんですね。そんなどれだけ頑張っても報われない環境になってしまったカスティーヨですが、ただ周囲の評価というのは非常に高いようなんですね。練習への態度ですとか、それからベンチでの姿勢、チームメイトを応援したりですとか、非常にですね、そういった人柄の面は評価されていまして、またレッドソックスで活躍するマイケル・チェイビスなんかは、彼はここにいるべきではないと話していたこともあったようですので、33歳とはなりましたが、これまで足かせとなっていた契約から解放された今、カスティーヨを獲得するチームは出てくるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。